皆さんこんにちは。内藤証券株スタ7110より11月11日のマーケットトゥデイをお送りいたします。本日は投資調査部の北原が担当させていただきます。よろしくお願いいたします。本日の日経平均株価は前日比30円高の 17,374円で取引を終えました。ザラバ中に4月高値を上回りました。本来ならばクリントン大統領が誕生すれば4月高値を上回るというシナリオだったんですが、まあ想定外といっては失礼ですが、トランプ大統領誕生でご祝儀相場も兼ねたんでしょうか、4月高値を今日は上回ることができました。では現在の株価の位置を冷やしちゃ後で確認します。こちらをご覧ください。はい、日経平均株価、今日4月高値を上回ったわけですけれども、その4月高値終わり値というのがちょっとこちら、週足で見てみましょうか。こちらの 17,572円なんですね。これをまあ週明けにでも上回れるかどうかというところが、目先の注目ポイントです。売買代金も3兆円を突破する日が続いてきておりますので、出来高を伴った上昇ということで、まあ、投資家が戻ってきているのではないか、そのように見ることができます。4月高値突破の可能性は終値ベースでの突破の可能性がだんだん近づいてまいりました。可能性が高まってまいりました。では一方、下値支持のめどはと言いますと、ちょっと下値支持のめども確認しておきましょう。8月にですね、この赤い線、株価が75日線を上回ってからはおおむねこの75日線が株価の下値支持とされていました。まあ、この大統領選のあった日はドンと下げて、まあ、ちょっとここではイレギュラーな動きをしましたが、ちょっとここを覗かせてもらえばこの75日線を下値支持とした、まあ、回復基調は続いていると見ることができます。したがって、まあ、この75日線のある 1万6800円の水準が、まあ、当面の下値の支持の目安になるのではないか、このように見ております。では週足を見てみましょう。週足ではですね、11月9日に大幅下落、11月10日に大幅反落ということで株価が乱高下しました。でもこうして振り返ってみると、下ひげの長いローソク足ということで、まあこうなんていうんですかね、まあ、上に行きやすい、まあ、ローソク足の種類の一つなので、4月高値をこう目指す展開、終値ベースで目指す展開というのは、継続していると見ることができます。ではこの4月高値を超えてくると次の上値のめどはどのあたりになるかというと、この1万7800円の水準、このあたりを考えております。この昨年の8月以降のチャイナショックがあってから株価が一旦下げ止まった水準、この1万7800円の水準、出来高も伴っていますので、比較的株価がこう、まあ、なんていうんですかね、意識されやすい水準ということが言えると思います。2月のこの戻り高値のところでも1万7800円のところで抑えられました。一つ上値のめどとして意識されやすいのではないかと考えます。で、まあ、今後の株価の見通しなんですけれども、まあ、トランプ大統領の誕生で、まあ、積極的な財政政策を期待して日米金利差がこのように拡大してきました。そうなると為替相場は米ドルが買われやすくなりまして、ドル高円安となってきます。まあ、そうなると日本株には追い風となってきますよね。ただ今この株高金利高という傾向が続きできますと、まあ、米国の今後の利上げ回数の、まあ、増加が、まあ、可能性として高まってきます。そうなるとまだこう経済の回復基調にある新興国から資金の引き上げが起きて、新興国通貨下落による、まあ、企業業績への、まあ、下押し不安というのが逆に出てきてしまいます。ですから、まあ、日経平均株価については、まあ、強気一辺倒というよりは、まだこの1万7800円を確実に終値で上回れるかどうか、まずはこの第一段階のハードル、ここを見ていきたいと思います。はい、では株価下落日の新高値新安値銘柄数を見ていきましょうか。この日銀がマイナス金利導入後一旦上がった後に急激な円高による株価下落があった2月9日、この時は新高値銘柄数は3銘柄、新安値銘柄数は438銘柄でした。
それから2月の12日、今年初めて日経平均が1万5000を下回ったところでは新高値銘柄数はありませんでした。一方新安値銘柄は1023銘柄ということで、何を買ってもこう、儲からないという厳しい相場でありました。で6月24日ブレグジットが決定した日、この日も日経平均1万5000を下回って前日比1286円という大幅な下落を記録した日は新高値銘柄数は14なのに対して新安値銘柄数は716ありました。2月12日よりは減りましたけれども、高い水準での安値を更新したということでした。じゃあ11月9日はどうだったかというと、新高値銘柄数は64、新安値銘柄数は147と意外と増えていなかったんですよね。10月の末以降新高値銘柄数180という記録がありまして、そこから見ると3分の1ですけれども、まずまずの比較的個別銘柄は比較的物色されている相場には変わりないのかなという気はいたします。では11月9日に新高値を更新した銘柄いくつかご紹介します。まず安藤狭間ですね。こちらゼネコン大手です。終わり値で11月9日終わり値でも前日比プラスです。今期営業利益が前期比 40% 増の見通しですから、そういったところも交換されて買われていると考えられます。年間配当金も6円増の18円を予定しております。それから3689イグニスですね。こちらはスマホ用無料アプリの開発をしております。11月9日終わり値でも前日比プラスとなりました。こちらこの無料アプリ その事業自体でこう株価が上昇しているというよりは、VR 仮想現実の関連子会社設立が、交換されて、テーマ制で買われている可能性は高いです。今日は株価5000に乗せてきました。それから5982マルゼンですね。こちらは業務用厨房大手です。こちらも11月9日終わり値で前日比プラス、赤札銘柄の一つです。それから6367ダイキンですね。こちらはエアコン大手です。11月9日は終わり値ではマイナスでしたが、その日に新高値を更新しています。今期は営業増益予想で前期比 1.9% の増加を見込んでいます。業績も株価も比較的堅調に推移している銘柄の一つです。それから7743シード、こちらはコンタクトレンズの企業ですね。11月9日終わり値では前日比マイナスでしたが、当日に新高値銘柄を更新しています。業績は堅調で、今期の年間配当金は前期比で5円増配を予定しております。営業利益も 58% 増を計画しておりまして、業績からも買われているというふうに見ることができます。それからもう一つ7874レックですね。こちらは日用雑貨品のメーカーです。11月9日終わり値では前日比プラスとなりました。ただ株価本日は反落してまして、11月9日に高値をつけて上髭をつけて、今は一旦調整の兆しです。業績は今期増収増益を予想しておりまして、 PR は現在17倍台と割高感は見られないものと考えられます。こういったところで業績を見込んで、安いところではもう一度買う銘柄の一つとして検討の余地はあるのではないかというふうに考えております。株価が上昇基調にある日経平均ですけれども、冒頭にも申し上げましたように、なかなか強気一辺倒とはまだいかないかもしれません。トランプ大統領の政策が具体的に出てきた後、それから恩恵を受ける銘柄はどうなのか、こういったところをこれからは具体的に見極める時ではないでしょうか。では本日のマーケットトゥデイは以上です。ありがとうございました。